アクティブスピーカーとは、スピーカー筐体内部にアンプを内蔵したスピーカー。パワードスピーカーとも呼ばれる。一般的には、デジタルオーディオプレイヤーなどの携帯機器やパソコンの音を鳴らすため、これらのヘッドホン端子、または LINE 端子に直接接続もしくは Bluetooth で無線接続して用いられる。特に PC 接続に特化、主眼に置いたものは PC スピーカーとも呼ばれる。 ヘッドホン端子やラインアウト端子からの音声信号はスピーカーを駆動するには出力不足のためアンプで信号を増幅してスピーカーを駆動させるがスピーカーボックス内にアンプを内蔵することにより別付けのアンプが不要になり接続するコードの本数を減らして使用する機器を減らせる異なるアンプや洗剤を用いることによる音の影響を減らせるため モニタースピーカーにも多い方式である。左右のスピーカーボックスのどちらか、片方にアンプを内蔵し、ライン入力端子ともう一方のスピーカーへの出力端子、AC アダプター差し込み口がある。屋外で使用するタイプは電池を装着する部分がある。アンプを駆動させるための電源は、屋外での使用を想定したタイプでは電池を用い、屋内での使用を想定したタイプでは、 AC アダプタを内蔵し、筐体から AC 電源コードが出ている。PC 接続に特化したものには、USB 接続のものがある。定期を保管するためにサブウーファーを持つ製品もあり、その場合、サブウーファーの筐体内に、サテライト用とサブウーファー用のアンプを内蔵する。旅行等の持ち運びを意識した製品には左右のスピーカーボックスが一体となっているものもある。 一部の製品にはあえて専用アンプを別筐体に収めた製品も存在する。アクティブスピーカーとしては普及価格帯の製品が多いが、いわゆる高級オーディオにおいてアンプを左右チャンネル、さらにはマルチウェイ構成などで完全に分離するスタイルがあり、そういった方向性としてスピーカーごとにアンプを持っているスタイルも見られる。代わり種としては、 LED 照明と一体化した製品も存在する。アクティブスピーカーの例左、一般的な携帯、ソニー SRS-A20 右、スピーカーボックス左右一体系クリエイティブ、トラベルス運動200いずれも、電池駆動に対応する。アクティブスピーカーの例別筐体の専用アンプを持つ、モデルソニー SRS-Z1、AC アダプターによる外部電源専用。 PC 向けアクティブスピーカーは、従来、家庭用電源を利用し、ヘッドホン端子から音声信号を入力するものが多かったが、近年、USB 接続を行い、電源と音声信号の両方を取得するスピーカーが出てきており、USB スピーカーと呼ばれている。大抵の場合、電源供給と信号接続が一本のケーブルで完結するため、コンセントや電池を利用しないで済み。 接続をシンプルにできる利点がある。スピーカー内部に DAC が内蔵されており、外付け DAC と同様にアナログ信号系が PC から隔離され、PC 内部で発生する高周波ノイズの影響を受けにくい利点もある。Bluetooth ス,スピーカーの例左右分離、完全ワイヤレス型エレコムカプセル LBT、SPPCPSL リチウムポリマーバッテリーを内蔵し、 給電クレードルに乗せて充電する。アクティブスピーカーのうち外部音源との接続に、Bluetooth 規格によるワイヤレス接続が用いられるものを言う。電源も電池を内蔵してワイヤレスとした製品も多く、その場合、リチウムイオンやリチウムポリマー二次電池が用いられ、USB 端子からの充電や専用アダプタによる充電に対応する。 PC よりもスマートフォンやタブレット、デジタルオーディオプレイヤーといったモバイル機器との接続を主眼とし、スピーカーの形態も左右一体となった小型のものが主流で、モノラルスピーカーとなっている製品も多い。一部のメーカー製品では、同一製品、モバイル用途を主眼とした、小ぶりかつ防水性能を強化した製品も多く、低音域の再生を工夫した製品では、 パッシブラジエーターを併用したものが多い。Bluetooth 規格の使用により、データ転送は最大 24Mbps まで、再生機器とスピーカーまでの距離は条件にもよるが、おおむね10メートルまでとなる。ワイヤレス信号は ANDP プロファイルに基づき、送信時に圧縮処理され、受信機で複合展開される。そのため、音声圧縮規格やハードウェアによってはわずかに、 遅延することがある。コーデックとして、標準では SBC に対応し、メーカーや製品により AAC、アプッチ、ロータックなどに対応する。ブラートススピーカーで音声を再生させるためには、音源の機器と接続させるための、ペアリング作業が必要となるが、双方とも NFC 対応機器ならば、機器同士をワンタッチするだけで接続、解除が可能となる。ありがとうございます。